キーつけよ。すぐ帰っといてトイレ行ったら。オッケー、もう一つぐらい行こう。せっかくやからお願いします。もう一個言わせてください。オッケー、また行くで。はいよ。じゃあベンチとか、ベンチじゃないわ、スタンド、スタンド、スタンドに座っててよく。あるある。また行くで。これあるからね。行くで、石川君。はいよ。ビールをこぼして気まずなる。柳沢総論です、初代監督としてチームの船出に指揮を取れたことを誇りに思います。長く愛されるマリーンズであり続けてください。上げていきましょう。
私にとってマリーンズでの経験、思い出も大切な財産です。ファンあってのプロ野球というものを改めて認識させてくれたのがマリーンズでした。本当にありがとうございました。阪神タイガースの西岡剛です。マリーンズで経験した2度の日本一、球場の歓声は今でもしっかりと覚えています。マリーンズファンの皆さん、これからの熱い声援でぜひプロ野球を盛り上げてください。バファローズの西村真由美です。マリーンズ25年の歴史の中で2010年監督としての日本一などたくさんの出来事が蘇っています。今年はライバルとしてパ・リーグを盛り上げていきましょう。十分気をつけてお受け取りください。